プロ人生をオリオールズ一筋で過ごしたカルリプケンジュニア2632試合連続出場の MLB 記録を持ち伝導入りを果たした背番号8は A 級決番この一覧はメジャーリーグのアメリカンリーグ東地区に所属するボルチモアオリオールズの年度別成績一覧であるレギュラーシーズンの成績とともにポストシーズンの成績 歴代監督、観客動員数を年度別に挙げた。なお、レギュラーシーズン及びポーストシーズンの主要タイトル、受賞者を以下に示す。ボルチモア・オリオールズは1901年に創設されたアメリカンリーグにミルウォーキー・ブルワーズとして加入。次年、セントルイスに本拠地を移しセントルイス・ブラウンズに改消。1954年、再び本拠地をボルチモアに移し現在の ボルチモアオリオールズとなった。ミルウォーキー、セントルイス時代は、プレーオフとは、ほぼ無縁の球団で、ワールドシリーズ出場は、戦時下の1944年のみ、1966年に、ボルチモア相手後初出場のワールドシリーズを制覇した。その後、1983年までに7回プレーオフに、進出し、リーグ優勝5回、ワールドシリーズ優勝2回を達成。 その後は再び低迷している。最近では1996年と1997年にプレーオフ進出を果たしたが、いずれもリングチャンピオンシリーズで敗退している。1998年以降は14年連続で負け越しのシーズンが続いたが、2012年にその不名誉な記録に終止符が打たれ、1997年以来15年ぶりにプレーオフ進出を果たした。 判例。